のタイトルが4+3=7っていうタイトルだと思うんですけど、はい、これは山田さんが考えたんですか？何しようってなってたタイトルをすごく悩んでて、いろいろ候補があったんですけど、マネージャーさんがポッて言ったんですよ、4たす3はって。ですごい NMB でキャッチフレーズってあったじゃないですか。でそのキャッチフレーズ決めるときに自分で言ってたんですよ、4月3日生まれなので4たす3は7って覚えてくださいっていうキャッチフレーズも候補にあって、で、あ、それいいってなって、で、私4月3日に NMB を卒業したので、誕生日と卒業っていうのもあり、4+3=7で。じゃあマネージャーさんが考えてくれそうなりますねちょっと山田さんではうますぎるなと思っちゃったんで。あ、なんでですかいやいやいや、そうですね。ちなみに山田さん卒業して、はい、3週間ぐらい経つと思うんですけども、はい、今どうですか、実情的には。あ、なんかすごく、なんかなんて言うんやろ、すごい毎日楽しいんですけど、その NMB の時は本当に毎日お仕事させていただいてて、今は休みもあるので、なんか逆に休みになると疲れちゃう、何したらいいか分からなくなっちゃって、で、なんかすごいいいことじゃないかもしれないですけど、お昼の1時までとか普通に寝たりします。それがなんか変な気分。はい。なんかメンバーの人とかあったりとかしてるんですか？あ、卒業してからですか？はい、しました。同じチームやった藤江レイナちゃん、レイニャンとは2日連続でランチ食べに行ったりとか、そうです。あとはSKE の大場美奈ちゃんともすごい今連絡取って遊ぶ約束をしてます。NMB 時代の一番の思い出ってありますか？思い出、何やろう。でもやっぱり大阪城ホールのステージに立つことが夢だったので、それが叶った時は一番嬉しかったです。はい。何か今だから言えるエピソードとかありますか？今だから言えるエピソード、何やろう、何がありましたっけ何があったかな。あー、でも何やろ、よく寝坊してましたそれは大丈夫だったんですか？そうですね、電話かけてくれて起こしてもらったりとか、あとはすごいメンバーが一緒の時はメンバーが起こしてくれるけど、それが今もう一人になったから、それが一番不安です、あとは東京の道がいっぱいありすぎてナビ使ってもわからない。すごい交差点多くないですか？普通にあるとは思うんですけど全然違いますか？あ、なんか、はい、違います。全部おしゃれやし、なんかカフェも多いし、どうしたらいいのかわからない。東京でお気に入りの場所ってありますか？お気に入りの場所、あ、この間すごい代官山に300円ショップかなを見つけて、それがめちゃくちゃ可愛かったんですよ、中身置いてる小物が。で、その前に今ジャーって流行ってるじゃないですか、コップみたいなやつ、あれを1500円ぐらいで買ってたんですよ私。そやのにそこ行ったら300円で置いてて、あー、やっちまったと思ってやってしまったと思って。何か他に買われましたか？いっぱい買いました。無駄になんかこう飾るお花とか買いました。トイレに飾ってみよう。なんか女子力を高めたいですね、せっかくなので、はい、今日の衣装もかなり女子力高いと思うんですけれども、はい、ちなみに今日の衣装のポイントとかあるんですか？ポイント、まあそうですね、白白コーデも流行ってるって言ってたし、あと今年は黄色が流行るんですよね。で、その黄色の靴可愛いなと思ったんですけど、衣装で持ってきてくださってたので、それがいいなと思って、あとはもうお花、このお花冠が一番お気に入りです。ちなみに今日握手会は久しぶりって感じになるんですか？あ、そうです、3月の終わりぶりです。久々にじゃあファンの方に会える。はい、
なんで笑ってるんですか？いや、なんかね、本当に久しぶりですよね。ツイッターとかのコメントですが、なかなかこうコミュニケーション取れないので、はい、久しぶりにこうやって直接お話しできるのはちょっと楽しみにしてます。ちなみにこの写真集を出した写真集フォトブック、はい、なんかメンバーからの反応とかって何かあったんですか？あ、さっきあのすごいあったんですよ、メンバーからの反応といいますか、うん、あの一人山尾里奈ちゃんっていう子がいるんですけど、私の写真集を7冊予約してくれてて、本当に普通にで7冊さっき取りに行ってきましたって言って、もうどのページもめちゃくちゃ可愛かったですってすごいメールが来てました。それは買わせたんですか？違いますよ違います、私がジョークでファンの方にじゃあこの写真集フォトブックを5冊ぐらい買ってくださいみたいなこと言ってたら、いや私はそんなんじゃ足りないですって、7冊、7さんですから7冊買いますって言って本当に買いに行ってくれたんです、うん、メンバーの中に一番応援してくれる人がいます、はい、あの卒業して、まあ、あの恋愛の方も解禁になったと思うんですけれども、はい、そっちの方はどうなんですか？そっちの方は今どっちでもなくどっちでもなくと言いますか、私そうですね、なんかこうなんやろ、まだそんな世間を知らないのでもっと知りたいなっていうのもあるし、なんかすごい今興味が湧いてます。私の理想としては本当に道を歩いててポンって物を落としてそれを拾ってくれる人がいて、あすいませんって言った瞬間にキランって出会うようなそう、それがいいんですよ。だからなかなかそういうのないじゃないですか。そう、落とし物から始まる恋、少女漫画の世界ではねそう、すごい期待してます。ちなみに何か理想のタイプあります？でも突っ込んでくれる人が好きです、何にしても。どんなデートに行きたいですか？どんなデート、あ、ファミレスとか。ずっと喋る、ずっと喋る、そうですね、こう、こう向かい合わせに座ってで、なんかパンケーキとか食べてみたいです。めっちゃ普通ですか？普通ですね、うん、でもなんか遠出とかいうよりも決めない、決めないままなんかドライブとかも楽しそうだなって。